24度。そのくらい大きな水が、大変な水が出ました。国東市の秋小学校では、63年前の水害を経験した地元の中野翔純さんを招いて、4年生の社会科の授業が行われました。秋町では、1961年10月の豪雨で河川が氾濫し、24人が犠牲になりました。中野さんは18歳だった当時の様子を写真を用いて子どもたちに語りました。また、先月の台風10号で秋町に被害が出たことにも触れ、自分の命は自分で守ってほしいと伝えました。63年前のことを学べてよかったです。頭の中では分かってたんだけど、想像以上に降ってたからびっくりしました。自然災害が起きてほしくないと思いました。秋小学校では水害学習を通じて想定される災害への理解を深め、防災意識を高めてほしいとしています。